しかしパソコン画面で見ると頭を狙うのが結構大変。そうだよね、やっぱオートで録音するのも狙った方がいいかな。はいはい。で俺らどっちがいいの？いや、これ有利不利とか確かにあるけど、そっちが好きな方で。じゃあ俺ブルー行くわ。色的に線を選んだ、もしかして。そう、やっぱりか。地形的優位があるからね、こういうの左右非対称じゃ、あ、対称じゃないから。死にに行くぜ。だってマジで死ぬじゃないか。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。死んだらごまいすんね。頭の中が見えた。やだ。アイテムってどうやって拾うんだっけ。おーい、おーい、ぐわーっぐわーふざけんな。質問したらこれはひでえ。え、なに、なんかアイテムってどう拾うの。拾う、知らないよ俺は。ダンボール、あ、ダンボール。アイテムに空きがあるときにあれ近づいて三角ボタン。冷静になるか。言ってくれよ。ひでえな、今一番ひどいな。うん、本当もう。すまなかった。いや、単純にさ、敵に質問するのもどうかなと。だって俺らは無知だよ、こっち。そういう、物を拾うということに。そういうとこはあれなんだよな。なんか音が聞こえてる。なんだ。あ、いらねえよ、バカ。気がついたらなんかダメージ食らってたみたいな感じなんだけどな。なんかめちゃくちゃやん。なんかダメージ受けてるとかでもいいんじゃないの。クソ、エレベーターにどこだ。暇だ、暇だ。俺を探すよりさ、敵を見つけ次第殺した方がいいと思う。了解、了解。俺が動き回ってるって言いたいの。イエス。まあそうだけど。コンピン。スメピン。なんか喋ってよみんな。
ですね、うん、まあ対戦は醍醐味がとてもよろしいものでありましてですね、そう、このいつバレるかわかんない緊張感のやばさ、あ、そうだね、いた、しかも二人助けてチーン、そしてさ、お前喋りながら殺すってどうかと思うんだけど、いや俺完全にその話にさ耳傾けといて損したわ、そうなんだよ、俺だってそうだよ、だからね、あんまり喋るの良くないなと思うんだよ、だからってなんで俺早く話しかけてそういうことすんだよ、え、いや、なんか喋ってよって言われたから喋ってみた、ひどい、敵がいるぞ、敵がいるぞ、これ探すまでにどれだけ時間かかることか、ああ、わかるそれ、いいセンスだ、なんか爆発音もしてないのに、ね、なんかグワーって聞こえたんだけど、爆発音したでしょ、いや、してなかった急にグワーえぇ、爆発もせずに急にグワッ、いいセンスだ、間違えた、敵がいるぞ、了解、カバー、俺らって明らかにさ形勢不利だな、え、てかね、100% 勝てない、てかじゃねえよ、 100% 勝てない、あー、くそ、全然ダメージないじゃねえかよ、おい、バカ何してくれてんだどうしたどうしたこぶよー、さっきさ、ここ通ったでしょ、おーい、MSX さん、はい、なに、さっきここ通ったよね、通ったっけ、うん、その時さ、めっちゃ近くにいて、やべ、怖って感じだったんだけど、びっくり果てな、なんだ、スネークアウト、スネークイン、
カモン。了解。怖え音が。いやー、てかハンドガン持ってくればよかった。装備変えらんないんだよ。検証結果我々が変える気づいた。うん、装備分かった。じゃあ一回抜けて次のステージでずっとボケとして待機してるから俺もちょっと抜けるわ。はいはい。